さっきの恨み思い知れ。オッケー、食った。あまりあまり、これがクラーケンとメガロドンの戦いです。チャンネル登録、通知オン、よろしくね。ジョニーインサートの中継らしいです。今日は久しぶりにフィード&グロフィッシュやっていきましょうということで、はい、今回はね、何をやろうかな。まだこの赤ちゃん系のやつとかまだ全然やってないんだよね。この赤ちゃん、かわいい、見て赤ちゃん個体ザメめっちゃかわいいな。これもやりたいね、これもやりたいが、今日はですね、あー、タコ、タコいっちゃう。タコ難しそうだよね。ちょっとタコ行ってみようか。はい、生まれました、タコー。かわいい目がタコ一回もやったことなかったかもしれん。あ、泳ぎ方かわいいですね。むにょうにょしてます。噛みつき、あ、ちゃんと前に噛みつけんだ。オッケー、これ前から見たらどうなる。わー、結構結構、ほら見て、この口やばくない？意外と凶暴、タコ。さあ、ちょっと拾い食いしてみましょう。ガブリ、あ、攻撃力は悪いけど噛みつき音がいいね。シュパッシュパッって、かわいい。いいですね、いいですね。ちょっとじゃあ拾い食いをして少しレベルを上げていきます。あー、なんかい、普段と全然泳ぎ方が全然違うからさ、結構なんか違和感がある。魚とは、魚とは違うのだよ、魚とは。じゃあちょっと拾い食いしていきます。おっと、なんか巨大な影が上にいますけど、大丈夫ですか？大丈夫ですね。自分の影だったみたいです。ビビりすぎ。さあ、拾い食いをしてレベル8になりましたね。目が少し大きく見開けるようになったのかもしれません。ちょっと体も大きくなって、ただね、これ音がいい、すごい。噛む時の音。これ、シュパッ。良くない？これすごい。すごいいい音。なんか気持ちいいね。食べるのが楽しくなっちゃう。まあ、こんな感じでレベル上げてますけれども。まあ、そろそろ2打目食らわせられるようになったんでね。ちっちゃいお魚さんぐらいはいけるんじゃなかろうかと思いまして、ちょっと行ってみようかな。はい、やってきました。おー、ドカー、地面に突撃。ちっちゃい魚いたぞ。食べろ。パクリパクリ。パクリ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 。どうだ？おお、これでもなんかこの食べてる感じはほら、タコっぽいよね、ちゃんとした。おお、すごい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 。強い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 。結構強いぞ。よしよし、小魚なら全然いけるぞ。小魚を食いまくれ。いいぞいいぞ。いっぱいいる、いっぱいいる。さあ、肉をむさぼり食っていきましょう。おい、怖いですよ、これ。結構でかくなったらめっちゃ怖いんじゃないの？期待大ですね。さあ、今ね、小魚を食い荒らしてレベル15まで来ました。そろそろ結構でかくなってきた。これは割と大きめの魚も食べられるんじゃないかと思うんですけど、あー、イワシがいます。イワシ食べれるかな。あー、早いイワシ丸飲みしたい。丸飲みできない。あ、あの黄色い魚、黄色い魚はどうだ。黄色い魚丸飲みしたい。あ、飲める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 ぞ。早いからなかなか飲めないけど、なんとか丸飲みできている模様。さあ、怖っ今食べてるところ見せようと思ったのにめっちゃ怖い映像になって、ほらあ、サメがいる。逃げよう。怖いぞ、サメが来てる。いやー、狙われてる。狙われて、やめてください、やめてください。違うんです、違うんです、違う違う違う。あなたの餌場を狙っていたわけではないんですよ、サメさん。サメさん、めっちゃ追ってくるじゃん、サメさん。大丈夫。あ、でもタコの方が早い。タコの方がやばい。引っかかった、引っかかった。ここでなんとかピラニアになすりつけらんねえかな、これ。なすりつけらんねえ。やばいぞ、やばいぞ。浅瀬まで行けばー、こんなとこまで追ってくんのかよ。どんだけ貪欲よ。よしよし、戻ってきました。今度はおとなしくね、深海エリアに向かいましょうね。さっきみたいにちょっと無茶しすぎましたね。これは赤魚タイムですよ、多分。18になった。結構そこそこ攻撃力あるんですけど、ちょ、カニで試してみます。カニさん、カニ食べるだろ、タコは完全に。よし、カニ食べろー。パク、あ、12ダメしか入らん。よいしょ。あ、でも食べれる、食べれる、食べれるぞ。オッケーオッケー。うわ、なんかいっぱい集まってきた、いっぱい集まってきた。よしよし、みんな肉にした、みんな肉にした。おー、いいぞいいぞいいぞ。強い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 ですね。意外とタコいけるいける。これなら、これなら深海エリアでも活躍できるんじゃないでしょうか。さあ、行きましょう。まあ、まずはブロブちゃんで試してみましょうか。ブロブフィッシュ、ちょっとなかなかこの
旋回性能がそんなに良くない。この辺に、あー、こういうのサメいるな。サメいるか。サメがなんぼのもんじゃい。サメがなんぼのもんじゃい。やばい、食われるか。食うか、食われるか。これいけるんじゃないか。いったよね。倒した。オッケーオッケーオッケー。やべやべ、サメめっちゃ来てる。痛い。ごめん。違う。餌場を荒らしたわけじゃないんですよ。荒らしたけどさ。事実荒らしたけど。ちょっと力試しがしたかっただけだ。ごめんな。危な。もうここで死ぬのも絶対嫌だ。さあ、赤を食べよう、おとなしく。シャチがいるけど、シャチは無視して。赤ウボタン、あー、俺に食われてくれ。赤ウボタン、あ、ちょっと待ってくれ。ほら、よし、いいぞ。食いついてる。さあ、これはいいです。おい、来た。はい、来ました。おい、ごっくん。おい、強い。また来たぞ。自らタコの口のところに来るとはな。こういう感じで食べてます。怖いです。もう一回、今よく見えなかった。来た。こういう感じで食べてます。頑張り。いいね。わ、めっちゃレベル上がる。いいですね。ちょっとこの調子で赤ウオタンを食べまくってレベルを上げましょう。おら、赤ウオ、よし、いいぞ。うえい。さあ、赤ウオを食べまくったのでレベルが35まで来ました。なんとここでですね、素晴らしい出来事が起こってます。赤ウオタンを、おいで赤ウオ、こっちおいで、こっち来い。丸飲み、ごくり、オッケー、飲めるようになってる。赤ウオ結構でかいからね、こいつが丸飲みできるっていうのはかなりの強さです。さあ、こんなやつら、ほら、全然余裕で飲める。これはサメも丸飲みできる感じになってきたんじゃないの。さあ、ジンベエちゃんでレベルを上げていこう。オッケー、ジンベエ、うわ、見てくれ、ジンベエザメに噛みつくタコ、ガブリ、ガブガブ、おい、やったぜ。すげえ、ジンベエザメ。よし、ジンベエでレベル上げていくぜ。さあ、ちょっとさっきの恨み晴らせるかな、こいつ。ゴスザメ飲める、サメ飲める。うわ、怖っ。見た、今の衝撃映像。うわ、これタコめっちゃいいな。衝撃映像だね、マジで。これは素晴らしい。ほら、ジンベエザメ、肉を出せ、肉を出してくれ。よし、いいぞ。よし、ジンベエちゃん食いまくってめっちゃレベル上げた。超でかいぞ。もう巨大ダコになったぞ、かなりの。これはね、水生爬虫類もいけるはずなんですよ。いっちゃいます。いました、バグってる水生爬虫類を発見。さあ、食われろ、タコに食われろ。ガブ。おはー、すげえ、一瞬で肉だ。肉の塊になりました。オッケー。こっち側目線だと何が起こってるか全然わかんないからね。なかなか動画にするのは難しい生物ですよ、こいつは。さあ、怖い顔の魚がいた。こいつも食べる。一撃、めっちゃ強ない、こいつ。ほら、こいつにはあんまダメージ入んないんだな。よいしょ。さあ、じゃあちょっとね、首長竜食べたいんだけど、首長竜いねえな。あー、やばい、首長竜を発見したけどメガロドンに目をつけられた。これはまずい。メガロドンより早くなんとか泳いで逃げていきたいところ。どこまで逃げられる。あー、よし、メガロドン逃げたぞ。危なかった。ちょっとさすがにメガロさんはちょっとまだ早いです。マジで勘弁してください。やばい。さあね、じゃあちょっとさっきのサメに恨みを返しに行きましょうかね。え、サメの海へやってきたぜ。最近でもあんまサメいないんですよね、この辺に。うわー、こっちにはあいつがいるわ。あいつはちょっとまだ無理だわ。あいつ一撃1500ぐらいダメージ食らしてくるからね。あいつは厳しいな。サメどこだ。あ、いたぞ、サメ。結構でかいぞ、あの巨大ザメがなんぼのもんじゃーい。よっしゃ。さあ、こいつさっきのサメだ。ほら、さっきの恨み思い知れ。オッケー、食った。恨み晴らしたったで。よし。さあ、こっちも行きましょう。サメがなんぼのもんじゃい。イエーイ、バクリー。おほほほ、気持ちいい。いいですね。お、シャチいる。
シャチも行っちゃおうか。シャチが乱暴のもんじゃい。よっしゃ、楽勝。楽勝ですね。もうちょっとこのクジラ行きましょう。あっと思ったらクジラが来てた。やばい、一撃でかなりのダメージを食らった。あー、やられた。嘘だろ、クジラ強。マジかよ。さあ帰ってきたぞ。レベル80になって帰ってきたんだ私は。怖くねえこれ。海でこれ船乗っててこんな見かけたらもうおしっこちびっちゃうよね。さあ今度こそクジラにリベンジを果たしましょう。クジラいるかな。あら、あ、これもしかしてラッシーさんの残骸じゃね。あ、クジラが食い残したやつだ。クジラどこ行った。あ、いった。ちょっと待って、後ろから行こう。一応ね、念のためこっちに向くなよ。こっち向くなよ。こっち、あ、気づいてる、気づいてるな。しかし逃がさん、おら、ガブリガブリ。おっしゃ、いった、いけた。さすがにレベル80だったらいけましたね。よし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 、もう一回噛むところをお見せしましょう。いくぞ、ほら、ガブリガブリガブリ、イエーイ、クラーケン。よしよし、いいぞいいぞいいぞ、ほら、ついに100レベルを超えたぞクラーケン。めちゃくちゃでかいぞ、これはでかいです。さあこの大きさを見よう。あ、やばい、なんかこいつね、こいつに噛まれるとなんかバグんだよね。よし、オッケー、よし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 、ちょっともうクジラはいいや。メガロドンか、あいつ巨大水生爬虫類食べに行こうか。さあやってきました。いましたいました、目の前にいますよ。ほらほらほら、ガブ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 、噛めてねえなこれ、噛めてない気がする。なかなか、あー、一撃だ、見た今、ちくしょう、今撃せなかったな。一撃で倒せるとは思わなかったから、まさか。おお、そこに肉き、肉きホウジロザメ丸飲みじゃい。悟空、クラーケンだ、クラーケン、完全なるクラーケン。よし、あとは王者メガロドンだけですね。メガロドン狩りに行くぜ。いたー、メガロドン。さあ皆さんご覧ください、これが必殺メガロドン狩りじゃい。メガロドン狩りじゃい。あれ、噛めた、噛め、あー、噛んだー。よし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 、粉砕しました。オッケーです、倒しました、倒しました、倒しました。あ、首長竜いた、まだ食べてなかったよね、ゴー君。よっしゃ、メガロドン食いまくってレベルを上げていきます。オッケー、一撃じゃまだ倒せないね。どんどん来い、どんどん来い。よっしゃ、よし、いや、いいぞいいぞいいぞ、ガブリガブリ。これがクラーケンとメガロドンの戦いです、素晴らしい。はい、というわけでですね、レベル200を超えました、丸飲み。メガロドン丸飲みできる、怖っ、怖くねえこれ。まさにクラーケン、まさにクラーケンですね、恐ろしい。海の守り神、海の魔物クラーケンが誕生しました。さあ見てください、メガロドンを丸飲み。丸飲みしまくりですよ、ほら。怖っ、怖っ、やば。もうね、ここでこうやってやってるだけでどんどん丸飲みしていきますから。メガロドンがブラックホールに吸い込まれていく。体の真ん中にね、ついてるブラックホールにね、どんどん吸い込まれていきますから、恐ろしい。メガロドン掃除機がね、ついに誕生いたしました。恐ろしい世界です。これが海にいると思ったらちょっと海には行けませんね、これは怖い、やばいよこれは、これはやばいな。もしかしたらサメとかよりも怖いかもしれないね。いやー、誕生してしまった化け物が。怖いよねこれ。あー、ということでね、じゃあちょっと異次元に葬っていきましょうか。いや怖いです、やばいなあ。攻撃力だけ見とく、攻撃力だけいくよ、ガブ。そんな強くないね、3万ぐらい、攻撃力はそんな強くないから、もしかしたら船とか乗ってたら叩かれても大丈夫かもしれない、これぐらいだったらねえ。いやー、生まれたな。生まれた。よしよし、
さあ見てくれこの大きさの堆肥を。メガロドンめっちゃちっちゃいだ、ほら小魚レベル。これちょっと水面から足出してみたいな。いくよ、せーので、ほら、うわ、怖っ、何この口、やばいでしょこれ、気持ち悪っ。頭出して走行しますよ。さあ多分ですけどね、クラーケンは結構形が複雑なんでうまく空に飛んでくれるんじゃないかと思うんですよね。さあ行きましょう。おーっと来たぞ浅瀬まで。これは飛ぶことができるか、うまくなんとか飛べないかな、これいけそうな気がするんだけど、ダメか、あ体が地面にめり込む。体が地面に、これやっぱ異次元に持ってかれる系かな。さあなんとか行きたい、こんな感じになってる今。どうだ、行ってくれ、行ってくれ、飛んでくれ、お前ならできるクラーケン、頑張れ。いやーっていうかもうここ浅瀬から抜け出せなくなっちゃった。やばい、飛びもしねえし。これはダメです。さあこんな感じで、じゃああの浅瀬にね、放置しておきますんで、皆さんこれからね夏シーズン、あの海に行った時はクラーケンにお気をつけください。ということで今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね。バイバイ。うわー怖っ。こうやばいねこれ。